ゲートサーチ。フォルマサーチ発動。やってらんねえ。やってらんねえ。忘れるな。あれが目的の艦か。静かに止まっているな。ローせずにミッションは完了しそうだ。まさかあの豚野郎が出てくるなんてことないよな。こちら作戦班、無事に到着のようだな。任務ご苦労。ターゲットの4号艦ギガンティックだが、映像で見る限り損傷箇所はなさそうだな。ん？ちょっと待て、艦の識別コードが。こいつはギガンティック号ではない。レッドスプライトによく似てるぜ。これなんじゃねえのか。人間のいない世界にこんな形の艦船なんていくつもないわよね。識別コードおよび送信された画像の解析から艦船名を割り出しました。この艦船はギガンティック号ではありません。これはレッドスプライト号の原型艦であるライトニング号。ライトニング号、これって新しい艦がシュバルツバースに乗り入れたってこと。そんな情報全く入ってなかったぞ。新しい侵入艦なんて俺たちを救助に来たのか。何なんだ。この艦は国に所有されるものではなく、
財団系組織がプライベートに所有していたはずです。その点ではシュバルツバース合同計画の管轄外とも考えられます。しかし何の目的でシュバルツバースに侵入してきたのか、それは調査の必要があります。なんだか怪しい雲行きだな。救助しに来たって感じはないように思えるが、どうなんだか。それでどうするんだ。強行突入して威嚇射撃でもやってみればいいのか。精鋭を集めたシュバルツバース調査隊にしては随分下品で物騒だな。誰だ。こっちに戦意はないのだ。粗暴な振る舞いは控えてほしい。あなたはライトニング号のクルーですね。こちらはシュバルツバース調査隊レッドスプライト号。分かってるよ。あんたが司令コマンドのアーサーだろう。だが個人は控えさせてくれ。うちのシステムに入り込まれたりでもしたことだからだ。上官許可を出す数名特使になるような人物を送ってくれ。付け加えておけば、君たちの事情はおおよそ把握している行動計画で安心してきてくれたまえ。ライトニング号の通信断絶されました。アーサー、どうする。彼らは敵意はないと言ってはいましたが、十分に注意して対応しましょう。有事に対応できる人員を持ってライトニング号との接触を試みます。隊員ヒメネス隊員、そのままライトニング号に乗艦し彼らと接触してください。やっぱり厄介なことになったな。敵ではないようだが俺たちに興味がなさそうだ。ともかく話を聞いてみるか。よし、止まれ。そこに立つんだ。大佐、レッドスプライト号のクルー2名を連れてきました。ご苦労だった。いやあ、ライトニング号へようこそ。こんな地上を遠く離れた魔の地で会うなんて、前世で奇妙な因縁でもあったんでしょうね。私たちには。あんたがここの大将か。交渉人にしては口が荒いんですね。まあうちの部下もそういうのが多い。そのままで結構ですよ。私が当艦含むジャック部隊を率いてます。ジャック大佐、皆はそう呼びます。どうもジャック、今日はお招きありがとう。俺はヒメネス、こっちが一応調査隊を代表して来ている。バーバガバーヒメネス。おバガブ、お前はいいんだよ、静かにしてろ。ああすまない、部下として使っている悪魔だ。絶対服従で害は与えない、安心してくれ。悪魔と戦うには悪魔の力を利用する、存じ上げていますよ。いや厳しい任務の中表敬いただいて申し訳ないね。しかもようやく脱出できそうだという佳境の時を迎えているのに。お前どこまで知っているんだ。先ほどもお伝えしたのですが、皆さんが連絡を取っている合同計画と同程度の情報を持っていると認識してもらえれば結構かと。調査隊が遭難したこと、悪魔を使い悪魔と戦っていること、シュバルツバース内を進んできたこと、空を飛び交う情報を傍受しても差し障りはないでしょう。ふん、話が早くて交渉係としては楽になったがな。あなた方の情報があればこそ私たちは事故なくシュバルツバースに侵入できた。その点はお礼を述べておきます。ですがお互いで共同戦線を張るかとなれば、それこそこの場の交渉議題ですね。主導権はそっちにありそうだ。要件を整理して言ってもらえるのか。それにはまずあなたたちと私たちの立場を確認しないといけませんね。
あなたたちは人類を救うという使命を帯び、この魔の地に突入した。素晴らしい、グレート、称賛されるべき自己犠牲の行動だ。だが私たちの場合は事情が少し異なる。残念ながら私たちは私たちのスポンサーとなる方々によって派遣された身の上だ。シュバルツバースという黒い砂漠を行く対象とでも言いましょうか。ある種のビジネスマンとしてここにいるわけです。重要なのは利益と富。私たちと私たちのスポンサーに利益をもたらすものが手に入ればそれでいいのです。人類を救うためのあなたたちとここを開発に来た私たち、立場は違います。しかし私たちの目的は反目するわけではない。共存は十分に可能だ。お互いの行動を認め妨害をしない、相互不可侵を原則に。助け合うべきは助け合う、良き隣人たる関係を築きたいと思うのですが、いかがかな。そう、悪魔と契約することすらできるあなたたちなら造作もないことでしょう。私たちは良い関係を築けますかな。分別のある交渉人でよかった。話はスムーズに進められそうですね。まあこんなところで出会った人間同士、無駄ないさかいを避けたいのは同意となるだろう。ただ念のため調査隊の総意を仰がなくてはならない。即答は待ってくれ。しかし清々しいほどストレートな告白だな。金のために来たと。共感するところがないわけじゃないが、人類が滅ぶかもしれないって時に無駄なことなんじゃないのか。国連の使命を帯び、さらには地上に戻ろうとしているあなたたちには言いにくいが、地上ではもはや信じられるものは失われようとしている。国家を信じようが、神を信じようが、はたまた富を信じようが、大した違いはない。私たちや私たちのスポンサーはその中の富を選択したわけです。ズタズタの世界経済、危うい資本主義にとって変わる新しい規範となる富。このシュバルツバースに眠っているかもしれない偉大な力がその富だと考えてね。つまりは新しい資源を手に入れて金儲けがしたいと。俗な言い方をすればそうなりますかね。とはいえ人を養うのは富だ。それがあるうちは路頭に迷わない。それなしに社会、人間世界は成り立ちやしませんよ。まあ心情の議論はこんなところで良いでしょう。交渉を進めたい。先ほども言ったようにあなたたちとは良き隣人同士でありたい。その隣人同士は私の知る限りお互いに問題を抱えているようだ。これを協力し合い解決すれば良い近づきになれませんかね。私たちが提示する条件はあなたたちの脱出のサポートです。そちらが抱えている問題であるバニシングポイントの探索に協力しましょう。まあもっともそのサポートは私たちの帰還のためでもあるのかもしれませんがね。それでそちらが欲しいものは。お隣さん、これまで散々有益な情報をいただいておいてなんだが、うちのラボの方から性能の良いフォルマサーチが欲しいと要望が上がっている。あなたたちが使っているフォルマサーチが優秀であるならそれをいただければと思うが。まあそれくらいならなんてことなく取引終了となりそうだな。残念ながらいただいただけではそれが優秀なフォルマサーチかは判断しかねるので、その性能証明とも言うべき未発見フォルマの入手も行っていただきたいのです。平たく言えば新フォルマを見つけたところでフォルマサーチとフォルマその両方をいただきたいとなりますかな。我ながらずうずうしい申し出とは思うが、それに見合った見返りを出すつもりですからお許し願いたい。さすがの交渉術だな。要求はシビアでありながら拒否しがたい条件がついている。ともかくこの件は俺たちがこの場で決定するものでもないし、さらに詳細を伺っておこう。では調達していただきたいフォルマの種類の話を。
おい、ライアン、何が足りてない？あ、ジャック大佐、足りてないのは以下のフォルマであります。一つ、ハイドロアップル。一つ、ココノエ標石。一つ、X 金属。以上、三つが我が部隊のラボから要求が出ています。よし、わかった。その三つだな。お分かりいただけたかな、お二方。我々と相互不可侵の芯を結び、その上で協力関係を望むなら、今言った三つのアイテムをここに持ってきてくれないだろうか。そうすれば、あなたたちのバニシングポイント探索にも協力しよう。今提示した三つのフォルマは、セクターエリダヌスにあるらしいことまでは突き止めている。この情報を活用して探索していただければと思う。我が部隊が邪魔されずに探索できるよう配下の悪魔に転送装置を見張らせておいたが、そいつの任務も解いておく。自由に通れるようになるだろう。条件は出揃ったな。タイに戻って相談するとしよう。で、とりあえずの返信は更新すればいいのか？いや、ご足労となるが、当館まで来ていただきたい。更新の使用は避けたい状況なのだ。少し前に何者かが私たちのシステムに侵入しようとした。それをやったのは我々の存在すら知らなかった君たちではないだろうが、トラブルにつながるようなことは控えたい。一手の間違いが死を招く場所だ。もしかしたら通信に潜り込むことができる器用な悪魔でもいるのかもしれんがね。うちの連中にはそう伝えておこう。更新はできないとね。では答えを待つとしましょう。命を懸けてここに来たのです。お互い何かを手に入れ帰りたいものですな。命、資源、平和、達成、友、真相、希望、あるいは覇権、まあ何でもいい。さて、お引き取りください。これからの良い関係を期待してますよ。交渉ご苦労でした。これで感染反応の真意を確認することができました。ミッションカリーナの感染反応の調査の終了を承認します。相手はとんだくせ者だが、とりあえず敵意はないようだ。それでどうするんだ？奴らは相互不可侵をまずは要求していたが、協力を強制してもまず無理だろうし、どうもここは友好的に言っといた方が良さそうだな。ちなみに対決なんてことになったら勝ち目はないぞ。何しろ艦の性能が違いすぎる。そんなに違うの？レッドスプライト号とライトニング号って。見た目は似通ってるがな、レース仕様のスポーツカーとファミリーワゴンくらいの差はあるぜ。俺たちのは所詮調査用、対して向こうは戦闘用。喧嘩して勝ち目はないね。相互不可侵の案件は飲まざるを得ないでしょう。合同計画を通じ有利な条件引き出しも試みてはみますが、おそらく彼らは受け入れないでしょう。それで奴らが望んだ貢ぎ物の件は？その件に関してジャック部隊が脅威となる可能性は高くありません。推定される彼らの技術力を考慮すれば、むしろバニシングポイント発見には有効だと判断されます。要求される資材を提供しフォルマサーチを譲渡しても問題はないでしょう。ジャックが協力と言ったのは嘘ではないという判断なわけだな。あなたたちに大きな反論がなければジャック部隊の要求をミッションに組み込みたいと思います。ジャック部隊への資材提供、これをミッションとして発令します。要求アイテムについてはミッションログで確認してください。妙な形でミッションを請け負ってしまったな、ジャック部隊。正直気に入らないが、今は手を組むしかなさそうだ。
速。発動。チャンスだ。フォルマサーチ発動。発動。フォローしろ。
フォルマサーチ発動。それは悪い。それは悪い。サーチ。チャンスだ。Thank you.
フォルマサーチ発動。発動。フォルマサーチ発動。レアフォルマの解析に。発動。発動。レア。発動。レアフォル。ゲートサーチ。
フォルマサーチ発動。あら、治療成功よ。じゃあ、フォルマサーチ発動。未知の発動。発動。いやあ、悪魔どもにやられることなくご活躍のようだね。さて、今日の用務級は我々が望むアイテムの用意ができたとか。おお、それは素晴らしい。早速確かめさせてもらおうか。確かに。ハイドロアップルにここの絵標石、そして X 金属。これは頂戴してよいわけだな。ありがとう。おい、受け取っておけ。イエスサー大佐。ではいただこうか。物を出してくれ。いい働きをしたな、お前。出世するぞ。交渉の品はもう一つありましたね。このフォルマを探し出した優秀なるフォルマサーチ、こちらもいただきましょう。私のデモニカに送ってもらえますかな。これで完能ですね。どうもありがとう。いただくものはいただいたわけですから、報酬をお支払いしないといけませんね。部下にバネシングポイント探索に協力するよう指示を出しましょう。セクターエリダヌスでしたかな。あなたたちの呼び名ではエリダヌスに展開中の部下にもう一つけておきます。詳しい確認はそこで行ってもらえますかな。ではよろしく。資材の譲渡はうまくいったようですね。ミッション、ジャック部隊への資材提供の終了を承認します。ジャック部隊からはバニシングポイント探索への協力体制が示されました。どの程度の支援となるかは不明ですが、期待してはおきましょう。ではセクターエリダンスでジャック部隊の兵士を見つけコンタクトしてください。言っても、私たちをさっさと返してシュバルツバースの資源を独り占めにしたいからなんでしょ。世界が終わるかもしれないって時にここまで浅ましい人間もいるのね。さて、このろくでなし連中がどれだけ信用できるのかはわからんが、せいぜい働いてもらおうぜ。Oh.
帰りなさい。これで全クルー搭乗のようです。それではスキップドライブを行います。各員衝撃に備えてください。着陸。エリダヌスへの再侵入は成功です。ミッションの展開準備に入ります。このセクターではジャック部隊の協力が得られる予定になっています。彼らと交信できるよう各クルーのデモニカ通信帯域を変更します。果たしてジャック部隊の人たちをどこまで信頼していいものかしらね。何かと奪い合いにならないか心配だわ。俺たちには地獄のこの世界も、奴らには金鉱に見えてるらしいがな。こっちに金を掘る気はないのを知ってるから、悪いようにはしないだろうよ。あの49ers たちは。あ、なんだこれは。アーサー、バニシングポイント推測地点に異常反応だ。強烈なエネルギーパターンを検知。激しいぞ。すごいうねりだ。何か我々が未到達の場所で大きな変動が起こっているようですね。先ほどバニシングポイントを探索していた時とは状況が変わっているのかもしれません。十分に注意してミッションを再開してください。最後の難関発生かもしれないが、ここを乗り切れば地上に帰れるんだ。やってやろうぜ。でも本当にここをジャックたちに残したままで帰っていいのかしらね。ありえない確率だとは思うけど、もしシュバルツバースの力を彼らが手にしたなら。余計なことは考えなくていいんじゃないか、優等生。放っておけよ、あいつらなんて。利用するか、それとも利用されるか、それだけの関係さ。それとも合同計画のシュバルツバース破壊計画をご丁寧に報告するのか。もっともそんなことすら奴らはご存知だろうけどよ。私も彼らの身を案じるつもりはないわ。いちいち突っかからないでくれない、ヒメネス。いいわ、わかったわ。今は帰還を急ぎましょう。機動班クルーは前回の調査で異常なエネルギーパターンを示したフロアに向かってください。その付近にいるであろうジャック部隊の兵士と合流すればゲートサーチの強化もできるでしょう。では、あなたたちの良い報告を期待します。